生姜、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 はしかみ。学名は、ジンジェバー・フィーチ・ノレイは、生姜科の多年草であり、野菜として食材に、また生薬として利用される。熱帯アジアが原産という説が最も有力だが、野生の生姜が発見されたことがないため、生姜の原産地は、厳密には、不確定である。長いアイインドのポンリシェリの近くに、 銀儀地方という地域があって、そこが生姜の原産地と考えられていた。それが、ラテン語のジンジベル、ジンジェバーの語源という説もあったが、今日では、サンスクリット語の生姜、クリンガベラのペルシア語訳、ジュンバーが語源と見られている。インドでは、紀元前300の500年前にはすでに保存食や、医薬品として使われ、中国でも、論語の共闘編の中で、 孔子の食生活に恥かみの記述があり、紀元前650年には食用として利用されていたことが切れる。ヨーロッパには紀元1世紀頃には伝わっていたとされる。しかしヨーロッパは気候が幸いに向かず産物として輸入はされたが古代にイリシア人もラテン人も料理に生姜を活用すること少なく、主に木薬として利用した。日本には2の3世紀頃に 中国より伝わり、奈良時代には、栽培が始まっていた。古時期に記載があるように早くから用いられている。古くは、山椒と同じく、はじかみと呼ばれ、区別のために、ふさはじかみ、くれのはじかみとも呼ばれた。また、大陸から、苗画と共に持ち込まれた際、香りの強い方を、兄こう、背のか、弱い方を、妹こう、目のかと呼んだことから、これが後に、 生姜苗芽に添加したとする説がある。中世のヨーロッパでは生姜の需要が故障に匹敵するほど高まった。14世紀のイギリスでの相場は生姜1ポンド約450グラムで羊1匹の価格に相当した。ヨーロッパ人が植物としての生姜を初めて見て記録したのは13世紀にマルコ・ポーロがインド、中国で見た時のものが初めてであるという。 15世紀末に新大陸が発見されると、生姜はすぐに栽培作物として持ち込まれ、16世紀半ばには、西インド諸島は、生姜の産地となった。生姜は地下に根茎があり、地上には葉だけが出る。葉はまっすぐに立った茎から両側に、楕円形の葉を護生したように見えるが、この茎は、いわゆるニセ形で、おののの葉の傭兵が折り重なるように巻いたものである。花は、 根茎から別の茎として出て、地上に輪片の重なった姿を見せる。花はその間から抜け出て開き、黄色く、新弁は赤紫に黄色の反転を持つ。ただし開花することは少ないため、根茎による栄養繁殖が主である。このため、品種の文化は少ない。生姜の根茎は、銀ゲロールと生姜オールに由来する特有の辛味とジンゲロン。 ジンギベレンに由来する独特の香りを持つ。産地により香りの傾向が異なり、アフリカ産は小牢のような匂い、インド産はシュトラールの匂いに特色がある。生姜の生産はインド、中国、ネパールが盛んであり、その次にナイジェリア、タイと続く。日本の主な産地は高知県に集中しており、四万十町、旧保川町とさし、 高知市、お知町などの産地がある。他には、熊本県八代市、旧東洋村、宇宙市、旧小川町、和歌山県和歌山市、宮崎県宮崎市、旧佐渡原町、千葉県八街市、富里市、静岡県静岡市などがある。高知県では土生姜が主流で、熊本、和歌山、宮崎などでは新生姜、静岡市では葉生姜の生産が主流となっている。 生姜は栽培、収穫方法により根生姜、葉生姜、野生姜、軟化生姜に分類される。生姜は大きさ別に見ると大生姜、中生姜、小生姜の3種類に分けられる。生姜は主に香辛料として使われる。日本料理ではすりおろすか、すりおろしたものを醤油と合わせて生姜醤油とするか、千切りにする、針生姜か、刻んで振りかける使い方が多い。 カツオ、初ガツオの付け合わせの定番となっており、他に、冷ややっこ、そうめん、アジの寿司や、たたきなどに、生姜は欠かせない薬味とされている。地方独特の使用例では、姫路市でおでんを生姜醤油で、青森市では、生姜味噌で食べる習慣がある。その他、カレー、サンラータンなどの料理に、爽やかな辛味をつけるのに用いられる。日本料理、中華料理では魚や、 肉料理の趣味を消すためにも多用される。煮物、炒め物、スープに薄切りしたものを加えることが多い。生姜の根茎をそのまま食べるものとして、酢、塩、砂糖で調味した生姜の甘酢漬け、ガリや梅酢で漬けたくれない生姜がある。薄くスライスした甘酢漬けは、寿司と共に出され、不調では、ガリと呼ばれる。くれない生姜は、細かく刻んで焼きそば。 たこ焼きなどに加えたり、ちらし寿司、牛丼などに添えられるほか、新生姜を皮を剥いただけの根茎のまま酢漬けしたものも、よくでかい、そのままでも食べられる。関西の一部地域では薄く切って、天ぷらの定番食材として用いられている。生姜の芽を湯通しして、甘酢に漬けたものを、はじかみあるいは、はじかみ生姜という、焼き魚等に彩りや口直しとして添えられる。 箸が赤いことから、箸赤みが転じて、はじかみになったと言われる。または、はじかみと赤をしかめるいで、刺激的な味を表す語に由来するとも言われる。また、根茎に砂糖を加えて煮てから、さらに砂糖をまぶした砂糖漬けも作られる。生姜飴、生姜糖、くず湯、冷やし飴、飴湯、ジンジャーエール、生姜茶、洗顔茶などの材料として、 甘い味と合わせて用いることも多い。欧米や中東諸国では乾燥させたドライジンジャーを利用することが多い。ジンジャークッキー、ジンジャーブレッドなどの焼き菓子にも用いられる。生姜の絞り汁に含まれる酵素のタンパク質、凝固作用を利用する使い方がある。中国関東省甲州市の砂湾鎮では、水牛乳、または牛乳を約摂取70度に温め、 砂糖で甘みをつけた中に絞り汁を加え、柔らかいプリン状に固めたデザート、共同牛内、関東語、キョ,ンジョンアウナ愛称が牛乳プリンが名物として作られている。現在は香港、マカオ等にも広まり、甘みどころなどで食べることができる。砂湾の近隣のフッツン市淳徳区でも牛乳プリンに加えることもあるが、この場合は凝固剤ではなく風味付けである。 生姜の根茎は生薬として生姜と呼ばれ、中国では紀元前500年頃から薬用として利用されている。発散作用、権威作用、鎮破棄作用があるとされる。発散作用は主に発汗により寒気を伴う風邪の初期症状の治療に使われ、権威止めを作用は胃腸の冷えなどによる胃腸機能低下防止などに使われることが多い。心温。 辛みにより体を温めるの性質を持つため、中医学で言われる熱症、熱を持ちやすい体質には用いない。体操との組み合わせで、他の気薬の副作用を和らげる働きがあるとされ、多数の包材に配合されている。表面の皮を取り去り、蒸して乾燥させたものは、環境と呼ばれる。興奮作用、競争作用、牽引作用があるとされる。 生姜よりも熱性が強い面熱の性質があると、されるので胃腸の冷えによる、機能障害では環境を使う場合が多い。いくつかの研究では、妊婦の吐き気、嘔吐の緩和に役立つかもしれないとの報告がある。日本薬局方においては、単に乾燥させた根茎を、消去、蒸してから乾燥させたものを環境と区別している。なお、干燥強とは、新鮮な生姜、鮮境、 選挙に対して区別する言葉として使用されており、日本薬局法の生姜と同じものである。また、生姜を加えた薬は体を温めて免疫力を高めるため、風邪の民間療法によく用いられる。成分は、生油を0.25から3.0%含有し、辛味成分0.6から1.0%、ジンゲロール、ジンゲロン、生姜オールが含まれている。 生の生姜や、削除液には、主要食中毒原因菌のサルモネラ菌、カンピロバクター、ビブリオ属菌、黄色ブドウ球菌に対する殺菌、増殖抑制作用はなく、アスコルビン酸など、含有成分の影響により、大腸菌に対しては、菌生育促進効果があることが報告されている。また、種臓酵母の増殖を促進する効果も、報告されている。さらに、 中ブ入りすりおろし加工品での発育阻止作用を調べた試験では効果がないことが報告されている。また、加熱や乾燥処理を行うと最近の発育阻止作用は失われる。なお、甘酢漬け品、ガリでは食図が増殖抑制作用、抗菌作用をもたらしている。一方、生成分離した銀ゲロールなどの精油成分には、 いくつかの細菌の増殖を抑制する効果のあることが報告されている。しかし、有効性があるとする報告は一部の細菌と大腸菌性下痢に対するものでる。かつて、デザイナーフーズ計画のピラミッドの一群に属し、大豆と共にがん予防効果のある食材の第三位として位置づけられていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。